内柴正人は、日本の元柔道選手、格闘家、柔術家。アテネオリンピック、北京オリンピック柔道男子金メダリスト。九州看護福祉大学元女子柔道部コーチ、同大学元客員教授、元キルギス柔道連盟総監督。熊本県甲子市出身、同県八代市在住。9歳で柔道を始める。そのきっかけは、兄に喧嘩で勝つためだった。 得意技はともえ投げ。尊敬する選手は元柔道家の野村忠宏。身長160センチメートル、体重66キログラム。血液型は B 型。国士館高等学校を経て、国士館大学体育学部卒業後、旭化成に入社した。2004年に開催されたアテネオリンピックや2008年に開催された北京オリンピックでは、 それぞれ柔道男子6 6ラム級にて、金メダルを獲得した。その後、競技生活も晩年に差し掛かる2009年より、指導者も務めるようになった。朝日課生を2010年末に退社後、九州看護福祉大学にて、客員教授に就任し、2011年1月から11月29日まで、同職を務めた。中学時代から頭角を表し、 パワーとスタミナのある攻めを生かし男子6 0ラム級で活躍。オリンピック金メダリストの野村忠宏を追う存在として期待を集めた。一方で減量に苦しみ、大事な試合で失格を繰り返したため、こだわっていた6 0ラム級でのオリンピック出場を断念。6 6ラム級に階級を上げて臨んだアテネオリンピックで金メダルを獲得した。 すべての試合をそれぞれ違う技で一本勝ちを収めるという珍しい記録を残している。週刊新潮が報じたところによると、北京五輪直前に酒によって、俳優、渡瀬恒彦の運転手に暴行、後遺症が残る怪我を負わせたが、金メダル候補ということもあり内密に自断したという。北京オリンピックでは、柔道日本代表チームの首相に指名され、決勝で、バンジャマン・ダルベレに、 縦四方固めで一本勝ちし、斉藤一志、野村忠宏に次ぐ、日本人、男子三人目の連覇を達成。同大会の日本人選手の金メダル第1号となった。現役時代は常に体死亡率4%以下を維持していた。出演したテレビ番組で、野村忠宏が引退するまでは現役でいることを発言していたが、2010年10月、野村より先に、 現役引退を決意したことが報道された。現役引退に伴い二千十年末で、旧所属の朝日課生を退社し、二千十一年一月、現役時代の二千十年四月から、女子柔道部コーチを務めていた九州、看護福祉大学の客員教授に就任した。二千十一年十一月八日に、同大学の女子部員に対するセクハラ疑惑が、マスメディアで報じられ、 11月29日に、同大学は、内柴のセクハラ行為に関する調査結果について、未成年女子部員の飲酒を黙認し、その後、セクハラ行為を行ったとし、懲戒解雇処分を発表した。12月6日、順号官容疑で、警視庁に逮捕された。内柴は容疑を否認。12月27日、東京地検は、同罪で内柴を起訴。 2013年2月1日に、東京地裁は、懲役5年の実刑判決を言い渡し、2014年4月23日に、最高裁判所で上告を棄却され、懲役5年の実刑判決が確定した。順号勘材で起訴されたことを受け、全日本柔道連盟は2011年12月27日付で、内柴の指導者登録を停止処分にしたことを2012年1月10日に、 発表した。続いて2013年2月5日、刑事裁判で有罪となったことを受け、会員登録永久停止処分とすることを理事会で決めた。一審裁判中の2012年12月には、妻と離婚したと報じられた。実刑判決が確定後、静岡刑務所に収監され服役。2017年9月15日に仮釈放された。 総合格闘技、リアルファイトチャンピオンシップの主催者、山田重隆のバックアップにより、仮釈放後に、神奈川県座間市の柔術登場、アラバンカ柔術アカデミーで訓練を重ね、2017年11月26日に、神奈川県高座郡寒川町の寒川総合体育館で開催された柔術大会、ジャパンオープン2017に出場し、 柔術家のデビュー戦に至った。今後の活動は、プロ転校せず柔術のアマチュア大会で活動すると、していた。しかし、アラバンカ柔術アカデミーの練習生の知人を通じて、キルギス共和国から柔道の指導を依頼され、同国を数度訪問。その指導力を高く評価され、2018年7月には、キルギス共和国の柔道連盟総監督に就任した。 これにより、約5年半ぶりに、柔道会へ復帰することになった。キルギスに渡る前に、元教え子と再婚している。2019年12月に契約終了に伴い、総監督を退任。日本に帰国後、2020年1月より、熊本県八代市にある、温泉銭湯、鶴の湯に勤務し、現在は総責任者を務めている。 2020年10月27日、桜葉和氏が主催するクインテット工楽園大会に参加。尾身川道博が率いるチームウルフの時報として出場した。他のメンバーはグラント・ボグダノフ、伊藤誠一郎、森戸新氏。2021年7月13日の工楽園大会にも出場している。二度のオリンピック金メダル獲得で下記の A 点。 少子を受けた。しかし2011年の逮捕、2014年の実刑確定を受けすべて剥奪されている。ありがとうございます。